きます。FM 宜野湾のラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いてるメンヘラさん、私たち2人が疑問質問お悩み相談何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103@gmail.com ローマ字でメンヘラ、数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、では始まりました、メンヘラジオ第7回だったかなごめん、第8回ですね。8回、はい、8回の収録となっております。うん、はい、今日が日付2週回ったね。はい、11月8日の火曜日、収録日となっておりまして、はい、オンエアが11月の21日、2週間後ぐらいかなの月曜日となっております。うん、はい、はい、外がね、今日は曇り空で、うんうんうん、ちょっとね、肌寒いかなって一瞬思ってね、トレーナーつけて出ようかなと思ってたんだけど、うん、まだやっぱり沖縄は暑いね。暑いよ。11月8日時点ではまだまだ暑いね。暑いよ、この部屋もクーラーついてるよそうね、まあ密室だからね。夏実さんにこのトレーナーつけていったらって言って渡されたトレーナーがあったんだけど、さすがにそれは暑くてね、うん、暑かったね。ちょっと着替えて、まあ七分袖ぐらいに軽め、はい、軽めにして、軽め、徒歩でね、うん、歩いてきました。はい、夏実さんがね、ちょっと歩くの苦手だけどね、うん、FM 宜野湾までの距離感だと結構歩けるよね。うん、うん、もう何回か歩いたから。そうね、慣れてきた。慣れてきたかな。うん、え、それを慣れてきたかなって言葉がもう慣れてない感じがするんだけど。慣れてないけど、難儀だけど、難儀だけど一応頑張ってますみたいな。頑張るよ。うん、1週間に1回ぐらいはね、こうやって、FM 宜野湾まで歩いてね、うんうん、いい運動にもなりますし、うん、一応まあ秋、まだスポーツの秋って言える時期でもあるから。あ、ほんと？10月、11月はそうじゃない？あ、ほんと？うん、ちょうど今、体育祭シーズンみたいだしさ。あ、うん、あ、そっか、体育祭ね。なんかすごい体育祭変わってるみたいね。あ、コロナでね、うん、ちょっと様相が変わってるって聞くけどね。話を聞くけど、まあ、皆さん、今日も。そうですね、はい、30分短いお時間ですがお付き合いよろしくお願いいたします。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。です。はい、では早速ですが、はい、本日のテーマ、どどどん、教えてあなたの入院体験談はい、と題しまして、うん、入院中のエピソードだったり、うん、入院した時に病院でどんな体験をしたか、うん、そういったものをちょっと募集かけてみたところ、あれやろ、別に精神科病院に限らずってことでしょ。そうですね、あの、うん、精神病院に、まあ、メンヘラジオなんで、うん、精神病院に、まあ、限ってなんか募集しちゃうとちょっと、まあ、他の方がね、
答えられないかな、ちょっと面白くないかなとも思ったんで、うん、決して精神病院への入院とは限らず、うん、例えば女性でしたらね、うん、出産の時に産婦人科に入院しましたみたいな、まあ、必ずと言ってるほど入院するとは思うんだけど、うん、そういった時のエピソードだったり、例えば何かね、スポーツなりなんなりで骨折とかして怪我して入院した時の、まあ辛かったエピソードや、まあ、面白かったエピソードなんか体験したことをちょっと聞かせてほしいなっていうところで募集かけました、うん、はい、そしたらまた、いくつかお便り届きましたのでご紹介させていただきます。はい、はい、ラジオネーム夢をつかぽんさんからいただきました。お、つかぽんさん、はい、ありがとうございます。胃の摘出手術をした時に全身麻酔をした、うん、麻酔の効果もあったのか、あるいは効きすぎたのか、うん、術後強烈な幻覚を見た。それは目を閉じると、うん、ジミー大西が描いたような色とりどりの綺麗な魚たちが泳いでいるのが見えるというものだった、うん、わーすげーすげーと夜中も眠れないで騒いでいると一般病院から精神科病院保護室送りになるのであった。幻覚はあまりにも美しく危険だなと思いました。合法だよとのことです。合法だよ、はい、合法で幻覚を見たとなるほど、はい、これね、まあ、つかぽんさんもね、一応まあ言ったらメンヘラフレンズ、メンヘラフレンズ、はい、なので僕らとね、まあ病名は違えど精神疾患を抱えてるんで、これが果たして麻酔の効果だったのか、それとも麻酔もともと持ち合わせてたスカポンさんのポテンシャルで見てしまったものなのかっていうところはあるかもしれないんだけど、どっちだろうね、うん、でもそうね、夜中ね、どういう状況だったのかもなんか目に浮かぶようだね、うん、一般病院の一般病棟で、うん、多分ね、集団の個室、集団の大部屋 で、ね、一人だけ騒いでたんだろうね。そしたらちょいって、お手つきお手つき、周りの人が迷惑してるぞおいっつってなっちゃうね。うん、それでね、ちょっと落ち着いて別の病棟に移ろうかって連れて行かれたところが。うん、精神科病棟の保護室みたいな、押し込められるというか、うん、保護室にね、ちょっとね、悲しいお話でもあるけどね。でもね、これね、すごいよくわかる、うん、あ、そう、夏美もね、目つぶった時だけにね、見えるね、うん、見えたことがあるから、あ、なんか幻覚みたいな、なんかピンクのフラミンゴが踊ってるの、あの大草原とかでそれが見えて、私入院になったから、それの時はどういう経緯で、なんていうの、ピンクのフラミンゴが見えて、外なの、うん、外に行った時なの、病院で、あ、家でお家でフラミンゴが見えるっつって騒いで、確かね、薬をちょっとだけ多めに飲んじゃった時があって、あ、それはもう完全な副作用だね飲みすぎないようにしなさいよ。あ、はいはい、すいません。それでその時に目つぶったらピンクのフラミンゴが踊ってるから、はい、わあすごい綺麗だとか言って踊ってるってお母さんに言ってたんだよね。うん、そうしたらその時の次の病院の時だったかな、入院になった。それもまた悲しいお話で。うん、まあお薬飲みすぎて運ばれたっていうあれですけど、ね。まあね、OD は危険なので皆さん用法用量を守ってお薬はちゃんと飲みましょうね。うん、夏美さんは特殊な訓練を受けているわけではありませんからね。はい、では、夏美さんの方で、はい、続いてのエピソード。はい、ラジオネーム佐藤さん。はい、佐藤さん、ありがとうございます。入院エピソードというか、入院前の出産エピソードです。私は現在山口県に住んでいるのですが、次男の出産を控えていた頃、地元の沖縄の里帰り出産を予定していて、沖縄のとある産婦人科にかかっていました。しかし出産を目前に義理のお父さんが亡くなってしまい、うん、葬儀のため急遽山口に戻ることに、はい、葬儀を終え、さあ沖縄へ帰るぞというその日の朝に陣痛が、うん、これまた急遽山口の産婦人科に駆け込み、陣痛の痛みに耐えながらベッドの上から沖縄の病院に電話、はい、陣痛が来てしまったので、もう産みます、今ベッドの上ですと沖縄の先生に伝えたら先生に笑われました出産後、うん、体に溶けてなくなるという
糸で、あそこ、ね、結合、まあ、出産の時のね、うん、出産の時のね、結合したのですが、うん、縫合したのですが、うんうん、結局縫った糸をそのままにしておくより糸を取った方が跡が残らず綺麗になるとかで糸を取ることにしたんですが、うん、取る時の激痛たるや半端なかったですとのことです。あ、出産時のうんエピソードということで、結構パタパタしたんだね、次男の出産される時ね。そうなんだね。うーん、はあ、大変じゃない、行ったり来たりじゃない、妊婦ってね、うん、飛行機乗れるのがね、そうなんだ、乗れるんだね。まあ乗れるんじゃない、だって乳幼児がね、ちっちゃい、うん、本当にちっちゃい赤ちゃん連れて乗ってる、ね、方もいるもんね。はい、いらっしゃるし、中にいるか外にいるかの違いも。だってそもそもね、里帰り出産ってのが認められてる時点で、うん、飛行機での移動ってある程度許容されてるんじゃないかな。まあそうだね、っていうかそこに引っかかるんだ、え妊婦って飛行機乗れるんだみたいな。どこに引っかかったら正しいあれですか。いや、もっとなんか痛そうとかさ、うん、お股塗られるなんてって、うん、縫われるなんて、うん、痛そうとかさ、うん、飛行機乗れるんだってなんかまた不思議な感想だなと思ったんですけど、夏美はやっぱ着眼点が違うな。違う、夏美さんは特殊な訓練を受けております。さっき受けてない言うてん。はい、続いてのメッセージをお願いいたします。はい、続いてのメッセージ、はい、あこうさんよりいただきました。はい、あこうさん、いつもありがとうございます。夏美さん、健太さん、こんばんは。はい、こんばんは。私は姉が大好きで、姉が小児喘息で入院していた時期が辛かったです。うん、毎日寝る時も一緒だったので、入院した時期は姉と離れることが辛く、面会に行っては帰りたくないよと泣いていました。うん、大人になった今は少なくなりましたが、幼少期の時期は見えないものが見えたり感じたりしていました。うん、病院に入院している姉の部屋にはベッド数より多めの人たちがいました。うん、姉が心配で離れたくなく姉に話して泊まりたいと言ったら、両親に姉から話して、看護師さんに私からも話しました。なんとか泊まることができ、たまには帰りましたが、入院期間をほとんど泊まっていました。ああ、一緒にほぼ入院してたみたいな。うん、今は姉は喘息も治ってますが、自分が入院するより大好きな姉と離れることが辛かったお話です。ああ、なるほどね。うん、あこうさん、この前のねエピソードでもお姉ちゃん大好きエピソードがありました。あった、うん、お姉ちゃん大好きね。私も妹好きだよ。大好き、ね。シスコンだね。シスコンだね。お二人とも。そうね。でもそっか、入院、お姉ちゃんが入院してる病室に、うん、病棟の病室にあるベッド数とは、うん、完全に数が合わないぐらいの人が、うん、病室にいたと、うん。それが見えてたと。見えてたと。そりゃ心配で離れたくなくなるよね。お姉ちゃん大好きっ子としては。あ、そういうことなんだ。読んでて気づいてなかったの、分からずに読んでたの。だって言ってるじゃん、そういうこと、ね、見えないものが見えてたって。見えないものを見ようとしてね。天体観測しなくていいから。だからそれで心配で ね、 ね、なるほどね。そうそうそう、それで帰りたくないって。なるほどなるほど。私も泊まる言うて、うん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 、それでお姉ちゃんにもお願いして、お姉ちゃんからね、うん、お医者さん看護師さんに話が、妹が泊まりたいって言ってるんでって言って、うん、この話はしたのかな、部屋に何人もいるから泊まりたい心配って。いや、さすがにそこまでは子供心になんかこれは言っちゃいけないと思ったんじゃないかな。あ、まあちょっと面白い話でしたね。でしたね、この夏海の読解力のなさ。なさ。いつかまたご本人の入院エピソードとかも聞かせていただけたら、うん、お願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では夏美さん、何か入院時のエピソードございますか。夏美さん入院時のエピソード、うん、ですね、私が入院した某病院は、うん、精神科、閉鎖病棟だったんですけど、はいはい、中庭があったんですね、病棟内に。病棟の内に中庭、うん、少し外が、はいはいはい、外に出る人工芝みたいな、うんうん、でフェンスが、高いフェンスが立ってて、うん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 、でそこで地面にアリがいて、うん、で友達と2人で
あ、このアリさんの人生のことを考えてたわけですよ、うんうんうん、このアリさんはきっとお家に帰ったらお父さんとお母さんがいて、お姉ちゃんお兄ちゃん妹弟がいて、はいはい、アリにも家族がいるんだと、アリにも家族がいてって言って、うんうん、それでアリはこれからご飯を持って行って家族で食べるんだよきっとね、うんうんっていう話を友達してたわけ。持っている運んでいるご飯を家族のために運んでるんだと。そう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 、家族のために運んでてって、はいはいはい、そしたら看護師さんが来て、うん、あ、夏美ちゃんって言って、うん、はーいって言ってこっちいますって言って、うん、あらいたいたいたとか言いながら来て、うんうんうん、何してんのプチッとあれこう潰したんですよ。親指でプチッて目の前にプチッて目の前にいる看護師さん、私たちあーなって、うん、死んだって殺されたー殺すーって、うん、もうなんかありとあらゆる殺した殺された殺すそれを その言葉をわーって言ってたら、うんうん、私だけなぜかあの捕まって豚腹を飲まされました、うんうん、まあ精神科病棟内で殺した殺されるとか死ぬとかまあなんて言ったら NG, っ、ね、落ち着かなかったんだろうね。NG ワードだろうから落ち着かないような感じで言うんだ、うんうん、ちょっとこれ落ち着かせる豚腹豚腹っつってそうでも潰すことないじゃんね。あーまあね、びっくりしたよ。だってこのアリの家族がって、あ、そういう話してたところで潰されちゃうね。そう、二人してあーだよサスペンスというか、なんかドアドッキリとするね。怖い、人間が一番怖い、人間が怖いよ一番あー面白いですねはい、それではなんだっけ、楽曲紹介、うん、ここからは楽曲紹介のコーナーさせていただこうと思います。はい、はい、では今日の、楽曲紹介、おすすめ曲紹介してくれるのは夏美さん。はい、はい、大森聖子さんの死神です。はい、さっきねアリを殺したって話したところで死神っていう曲なんですけどはい、まあ、ではとりあえず聞いてみてください。大森聖子で死神。はいはい、死神が流れております。いやもうなんかね、ちゃんと喋れてるかな。大丈夫じゃない。大丈夫かな。うん、聞いててどんな、いつも昨日もね、うん、ちょうど昨日は6回か6回の、うん、放送ができ、うん、されたけど、聞いてみてどうでした。いやなんかちゃんと喋れてたんじゃない。ちゃんと喋れてる、うん、一応聞ける喋れてる聞けるっつって、聞けるぐらいには喋られてるまあね、あとは聞いてくれる人がね、聞いてくれる人がね、たくさん聞いてくれたらいいな、聞いてくれればいいんだけどね、うんうん、健太さんの入院体験談はないですかありがとう、振ってくれて。俺はねまあ精神科病院に入院したのは、まあね、なっちゃんと出会ったって話もしてるから、みんな聞いてる人はご存知だと思うんですけど、うん、僕はあの精神科に入院する前にね、胆のうの摘出手術で入院してるんですよ、うん、内地に行ってる時にね、うん、ちょっとお弁当を食べると必ず食後にお腹が痛くなる、うん、もうそれも信じられないぐらい激痛、うん、で最初ね食当たりかと思ったんですけど、なんか悪いもん食べたかなと思って、傷んでたかなとか、うん、お弁当がね、うん、そんでまあもうでもあまりに痛いの戻そうと思って自分で指突っ込んでトイレで運ぶんだけど、うん、吐いても吐いても痛いのよ。お腹の痛みならないし、トイレもしても、うん、出るものも出ない、うん、これなんかと思ってもう耐え、それがもうベッドで横になってもうって痛いもんだから、うん、自分でもう救急車呼んで、うん、で行った病院だけでちょっと胆石溜まってますねってなって、うん、であのお薬でちょっと部屋溶かすことができるんでお薬飲んでくださいって言われて、うん、お薬いただいて飲んでたんだけど、うん、やっぱりね夕食であのお弁当を食べるとお腹が痛くなる、うん、でまた救急車呼んでもう耐えられない痛みで、うん、でそれでもさすがにもう胆のう摘出しますかってなったから、うん、お願いしますっていうことで、うん、あの入院したんだけど、入院中はねやっぱり僕内地でね入院してるもんだから、うん、誰もねあのお見舞いに来ないわけですよ、うん、だからもう寂しかったね、うん、とっても寂しかった、それを覚えてる、めっちゃ。でまたね俺ねギャンブル依存症なんでね、はい、急な入院さ言うたら、うん、突発的な、
うん、親父から振り込んでもらったの、病院の診療費みたいな。パチンコに使っちゃってさ。ね、チョップしていい、チョップしていい。もうね、時差だけどチョップしていい、あの頃の喧嘩を。もう胆のう摘出より震えたよね。こいつやりよったなって。悪いやつだよ、本当に。信じられないよね。びっくりした、はい、じゃあびっくりした。はいはい、大森聖子さんで、死神聞いていただきました。はい、はい、こちら、2018年発売の、うん、メジャーデビュー4枚目のアルバム、クソカワパーティーに収録されているアルバムのリード曲となっております。うん、はい、クソみたいな日常、人生、もの、さまざまなもの全てを大森聖子の言葉によって可愛く表現し、肯定された楽曲たちを収めたアルバムに仕上がっているそうです。うん、うん、聞き応えある感じ。うん、大森聖子、大森聖子さんね、俺これ大森安子って最初呼んでて、ね、うん、あの三浦安子がやっぱ頭にあるもんだから、ね、三浦安子の安子との字と一緒なの、うん、だからこれみんな多分安子って呼んじゃってるんじゃないかな、初めて見ると、うん、はい、ちなみにですが、うん、あ、まあいいや、とりあえずこれで、はい、楽曲紹介のコーナーでした。楽曲紹介のコーナーでした。いや、いいね。はい、メンヘラジオエンディングです。エンディングです。はい、短いぞ。楽曲紹介中途半端だったんだけど、うん、さっきの大森聖子さんの死神という曲なんですけれども、うん、まあ、なっちゃんはなんでこの曲好きなの？ん？この曲、うん、どういうきっかけで聴くようになったの？大森聖子さんは、あのね、大森聖子さんはね、うん、忘れたね。おーわい、思い入れなし。まあいいんだけど。いや、こういうやつなんですよ私。まあ、あの大森聖子さんのね、曲はね、俺は、うん、テレビアニメ、うん、まあ、まあやっぱり俺アニメから入ってくるんだけど、うん、アニメの直撃の相馬っていうジャンプで連載されてたさ、うんうん、グルメバトル漫画みたいなやつがあって、うん、それの、アニメ化された時の第1期の2クール目のエンディング曲だったかな。ああ、そうなんだ。そうそう、さっちゃんのセクシーカレーっていう歌で初めて大森聖子さん、うん、まあその時多分やす子って呼んでたんで、ああ、を知って、うん、でそれからまあしばらく経ってなっちゃんと出会って、うん、退院後ね、なっちゃんとカラオケ行く時があって、その時にあれ、この人の名前見覚えあるってとこで、そこでなんか大森聖子と再会したというか、うん。なるほどね。そういうエピソードあるのいいな。なんか絞り出したらきっとあるよ。欲しいな。うん、でもまあそんな感じかな。うん、それで記憶に残ってるというか。そっか。はいはいはい。はい、まあとりあえず、入院中のエピソードを話してきましたが、まあ僕の入院中エピソードはね、うん、楽曲紹介中、音楽が流れてる間にちょっとおしゃべりさせてもらったんで、もしよろしかったら YouTube の方で聞けると思うので、うん、はい、僕の入院エピソードもぜひ聞いていただけたらなと思います、うん、と思います。はい、あ、ちょこっと話していいでしょ。どうぞどうぞ。胆石取ったんだよね。胆石取った、胆石、うん、その胆石今どこにあるの？いや、胆石というか胆のうを摘出した。胆のうを取ったんだ。そう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 、胆のうは多分処分したん違う。いや、なんで聞くの？何に使う気なの？あったら怖いんですけど、マジで。そのみたいな感じで、霧の箱みたいなのに入れて、そう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 、何か大事に取っとくの？俺の胆のうを。胆のうを、いや、取ってないかっていう質問です。取らん取らん取らん。あ、うん、でも人によっては取るんかな、なんか取っとくんかな、わかんないけど、ね、私ほらあれなんだよ、歯の神経取りましたとか、歯の神経とかもらっとくタイプだから。あ、そうなの、うん、もらえるんだ、そもそももらえるよ、もらえるよ。あ、じゃあ多分ね、やっぱり本人のね、体の一部のものだから。でも臓器ぐらいレベルになるとちょっとわかんないね。いや、さすがになんかもらえるんじゃない？だってさ、事故とかなんか脳死判定になった時、あなたの臓器を提供しますかとかさ、うん、ちゃんとなんか同意を得る部分があるじゃん、うん、
ああいうのがあるから、自分の体の一部のものってやっぱもらえるん違うかな。もらえるんかな。なんでこんな話になったの。俺のもらっといてねえじゃないよ今後。もらわんもらわん。俺はちゃんともうあのお医者さんにお任せしますから。あ、そうですか。はいはい。じゃあいいお医者さんと癒着してもらいます。何に利用するねん俺の臓器を。やめてください。すいません。はい、では本当に。いやいいのよ、まあ、それだけ俺のことね、あの内臓から愛してるってことで。そうそうそう、細胞レベルだよ、細胞レベル本当に。ありがとうございます、うん、はい、それでは、今週のメンヘラジオはここいらでお開き。はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。じゃあ、あ、エコー入ってますけど。エコー入ってますけど。今このヘッドホンでエコーしてますけど。うん、終わりです。第8回。バイバーイ。じゃあ第9回でね。